おはようございます。ズネです。この動画では KF シリーズの中でも屈指のバランスの悪さを誇っていた KF96 においてひっそりと存在していた両キャラをご紹介していきます。やばいぐらい強いキャラをご紹介するものではないんで、どうしても刺激が弱めになってあまり数字の取れるものではなくなってしまうかもしれませんが、作りたくなってしまったんで作っていこうと思っています。今回扱うのは知らぬいマイですね。以前の動画、その2021年頃に当チャンネルで公開した KF96 の強キャラをご紹介する動画の中では全く触れておりませんし、当時も目立ってはいなかったキャラなんじゃないかなと思います。ゲイメストなどでも一部絶賛されてはいたものの、あまりその良さ、強さが知られていないんじゃないかなという気がするんですよね。この動画ではそういった良さ、強さについてかいつまみつつ掘り下げていこうと思っています。ひとまずこの動画では7つのマイの良さ、強さ、つまり魅力をご紹介していきます。可愛いとかセクシーとか、そのあたりはもうみんなわかってるところかなと思いますんで、そのあたりは省略します。スト6にも出る予定のキャラになってますんで、予習復習がてらお付き合いいただけますと幸いです。行くわよ。それじゃあ早速魅力の一つ目、通常技の強さですね。KF の96から小中ジャンプというシステムが追加されて、小中ジャンプを用いたラッシュが強力になっています。とにかくこの低いジャンプでガンガン乗っかっていくっていうのが強かったんですね。前もご多分に漏れず、小中ジャンプへ乗っかられるときついっていうキャラになっていました。で、相手に小中ジャンプで乗っかれないようにするためにどうするのかって話なんですけども、相手が小中ジャンプで飛んできそうなところでは、前にとっては遠距離タッチ C が有効なんですね。遠距離タッチ C の出番となります。これすごくいい打点、高さを攻撃する技になってますんで、小ジャンプしようとした相手に対して、まあ当たりやすいんですね。こんな感じで飛んだ相手に対してよく当たる。これすごく便利な技になっています。で、しかも気絶値も結構高くって、女性キャラにしては高い方で、まあ、その他の技と合わせて何発か当てれば簡単にピヨるんですね。一応、そんなポンポン当たるもんではないかもしれませんが、とりあえず4回続けざまに当たれば気絶します。まあ、この技が4回当たるって実戦ではあんまりないんじゃないのと思われるかもしれませんが、まあ、この技で対空した後にチャンスが巡ってきて、そこに何かコンボが入るだけでも結構気絶してくれるんですよね。例えばこの遠距離タッチ C がヒットした後すぐにジャンプ攻撃が入るんであれば、もうこれだけで気絶なんですよね。遠距離だし、一回ジャンプ防止、その対空っぽく決めた後に、こっちの飛びが一回通れば、もう相手気絶しますんで、もう一回コンボ決めれば、相手はもう10割体力が減ってるなんてこともザラにあるわけです。これ、コンボで簡単に気絶しているのは、前のジャンプ C と近距離だし、どっちも気絶値が高いっていうのもあるので、そこら辺も実は地味ながら優秀なんですよね。あとは、ジャンプ攻撃も優秀で、小中ジャンプ吹っ飛ばし。この横にちょっとお尻を強調しているこの蹴りですね。横に長いですし、判定もそこそこ強いものになってますんで、こちらに乗っかっていくだけでも結構有利フレームを稼ぎながら攻めの継続ができるようになっています。まあ、ガードグラッシュもそれなりに狙いやすいですね。今適当にこれ繰り返してるだけでもガードグラッシュ複数回起きてましたんで、これでガツガツ乗っかっていくだけでもガードグラッシュを狙ってガードを崩しやすくなっています。このゲームは、まあ、ラルフの方でもご説明してるんですけども、ジャンプ攻撃は特別強くなくてもですね、全体的に無敵対空技に乏しいところがありまして、ジャンプ飛ばしへの有効な対抗手段がないっていうキャラが結構いるんですね。対空技まともにあんまりありません。無敵技、まあ、ゲームの方向性としてですね、あんまり強くしない、ガン待ちを強くしないっていうのがどうやら開発のコンセプトにあったみたいなので、無敵技がかなり弱くなっております。なので、マイですら、このマイのね、ちょっとふんわりしたジャンプ、まあ、これがたまに傷っていう感じなんですけども、こういう軌道のジャンプ攻撃だったとしても、相手側はこのジャンプを非常に返しにくいっていうゲーム性になってるんですね。その他に目を引くのがジャンプ D ですね。下方向に強くって、一部キャラを除き、上りを出せば中段技として機能します。これ、上り出してしゃがんでる相手に当たるんですね、上りで。ちょっとタイミング、その入力がシビアにはなりますけども、これね、結構ミスりやすいですけれども、こちら、最速で出せてやれてれば、ベニマルぐらい座高が低いキャラでも、女性キャラが相手だったとしても、上りで中段技としてガード崩しで使えるようになってるんですね。このジャンプ D はキャンセルもかかりますんで、上りで出して当てて、こんな風に、ムササビの前を出して幻惑するってこともできるようになっています。あとはマックス発動中であれば、この上りのジャンプ D、バックジャンプからやっちゃうとちょっと前が離れちゃって、繋がりにくくはなっちゃうんですけども、こんな風に、ムササビの前がキャンセルで繋がったりもしますんで、これでダメージを取ってくってこともできるようになってますね。とりあえず、コンボ狙いでジャンプ攻撃を仕掛ける際にも重宝するいい技になっております。結構ね、いいところに攻撃判定出てますんでね。まあ、その他にも遠距離立ち D とか垂直ジャンプ C なんかも結構便利なんで、通常技は一通り揃ってて充実しているっていう、そういうキャラになってますね。どうしたの？魅力の二つ目、制作ミス、バグですね。え、どういうこと？って思われるかもしれません。制作者のミス関係のやつなんです。はい、そうなんです。ちょっと申し訳ないですけどもね。まあでも触れずにはいられないかなと思いまして、
まず魅力とはちょっと言い難い変なミスというかね、なんでやねん、なんで気づかなかったんじゃいと言いたいんですけども、垂直ジャンプリーのダメージがおかしくなってます。横のジャンプリーのダメージはこんなもんで、まあ普通というか人並みかなと思うんですけども、垂直ジャンプにしちゃうと途端にダメージが小さくなります。まあ一度とか二度としか減ってないなっていう、そういう感じですよね。でも気絶値は普通なんで、今みたいに当てていけばもうあいやちゃんとピヨってくれる、気絶してくれるんですよね。とりあえず全然ダメージ与えてないのに、この気絶する様はなかなか見てて、んどういうことだっていう感じもしますよね。どうやら KF の96はロケテストの当日朝にマスターアップって言い方でいいのか分かりませんけれども、そのロムが出来上がってですね、なんとかロケテストを行うことができたっていう、そういうエピソードがあるぐらいに納期ギリギリに制作していたみたいなんですね。なので細かい部分にミスがあるのも仕方がないかなと、バランスがおかしくても仕方がないかなっていう感じですよね。むしろそんな時間のない中でこれだけ KF95 を生まれ変わらせて96にしたっていうのはすごいとしか言いようがないですね。現在の KF はこの96の時に生まれたその小銃ジャンプとかのシステムを元にした駆け引きでまあ成り立ってる。今の KF のね、最新作の15もそういう風になってますんで、これはもう KF の一つの転換点っていうゲームだったわけですね。この小中ジャンプでの攻めが非常に苛烈、強力なので、それを返すために置き牽制としてこういう上方向を蹴る、こういう攻撃を置いておく、ジャンプ防止技を置いておくっていうのに対して、で今度は足払いで対抗していく。で足払いはジャンプ攻撃に弱いよねっていう、そういう駆け引きのベースがこのゲームですでにできてるんですね。そしてまたバグのご紹介なんですけども、前には三角飛びがあります。こんな感じで画面端を蹴ってもう一回飛ぶみたいなことができるんですけども、これまあ昔の KF ですんで恒例の浮遊バグもできるようになっています。端で最低空の三角飛びをしながら必殺技下調線等を出すことで浮遊することができます。画面端へ行って後転等からこんな感じで三角飛びの瞬間に必殺技を出してやれれば、今下調線出しましたけども、三角飛びの出た瞬間をキャンセルして下調線出したら、これ前が少し浮いてるんですよね。ダイモンよりも少し高い位置にいますよね。こうなると浮遊状態になると空中にいる際の属性が各行動に付加されておりまして、通常技にも中段属性がつきます。これね、この技を相手は、ダイモン側は立ち顔できてるんですけど、しゃがみ顔できないんですね。空中にいる扱いになるんで、全部中段技扱いになります。また空中にいる扱いなんで、自分にヒットバックはかからないんですね。相手側は後ろに行っちゃうんだけども、後ろに行くんだけども、自分自身が下がることがないということになりますんで、画面端で攻撃するとヒットバックがない、相手との間合いが離れないっていう形になります。あとは中段属性がつくんですけども、別に元々あった下段属性が消えるわけじゃないんで、しゃがみ B とかしゃがみ D とかがガード不能になるんですね。そして強攻撃ののけぞりが弱攻撃と同じになります。これジャンプ攻撃ってみんなのけぞりが弱攻撃と同じですんで、空中にいる扱いなんで強攻撃を当てても相手ののけぞりが短くなっちゃってます。そして出せる必殺技も空中技のみとなります。下調線はこの状態では出せないけど、ムササビの前は出るよねと、そんな状態になってるんですね。で本当に意味はないんですけども、通常技キャンセル空中のムササビの舞なんかも出せるようになっています。またなぜか通常投げも地上にいる時と同じように出すことができるようになっています。これやっちゃうと自分も着地しちゃうんですけどね。ひとまず自キャラへのヒットバックがなくなることによって、相手を端に追い詰めた状態でこんな感じでしゃがみ B を出してやれば、タイミングシビアなんですけども、一応永久を決めることができます。猶予はあんまりないんでね、これ99ヒットまで頑張ってやるっていうのはちょっと大変なんですけども、まあこんな感じで繋げることができるんですね。実戦でも画面端でジャンプ投資決めた後なんかに頑張れば、こうやって浮いて小足で永久決めていくみたいなこともできるかと思います。小足のタイミングがね、本当にシビアなんで、慣れてる人でも確実にその20ヒット以上刻むって少し難しいんじゃないかなと思うんですけども、こんなことも一応実戦で狙えなくはないかなっていう感じですね。よ、日本一。魅力の3つ目が通常技の多段化ですね。前の近距離タッチ C と近距離タッチ D は超必殺技が出せない状態で、それでもキャンセルで超必殺技を出そうとすると、入力をするとなぜか多段化するんですね。実際にやってみるとこんな感じになります。近距離タッチ C 本来なら1段技なのに、今2ヒットしましたよね。これ2段目以降はダメージと半数になりますんで、ヒット数頑張って、他のキャラもね、このバグというかこの仕様を利用してヒット数増やすことができるんですけども、まあ、強攻撃2発分のダメージ、3発分のダメージになったりするんじゃなくって、半数の補正がかかっていく、そんな形になっています。近距離タッチ D もこうやって2段技になるんですね。半数とはいえ2ヒットであれば、これで一応ダメージ 1.5 倍ということになりますし、
ガードクラッシュ値とか気絶値もちゃんと 1.5 倍になってますんで、難度は高いですけども、コンボや固めの中でうまく使えば大きなリターンを得ることができます。こんな感じで固めにも使えるし、コンボだとこんな感じになりますんで、まあ、なんだかんだである程度はリターンが増えるテクイ要素なんですね。よっ、日本一。魅力の4つ目が超必殺技がコンボに組み込めるっていうものですね。ラルフの動画でも超必殺技がコンボに組み込めるっていうことを魅力としてお伝えしていたんですけども、マイはラルフよりももっとすごいんですね。KF の96では吹っ飛ばし攻撃がカウンターヒットしたところから出すような形じゃないと超必殺技はまともに繋がらないのがほとんどなんですけども、マイはなんと弱攻撃からでも繋がるほど発生が早いんですね。こんな感じで立ち弱キックとかから繋がります。これぐらい発生が早いです。このゲームではもう随一っていうぐらいの性能の良さなんですね。相手の技の隙とかジャンプ攻撃からのコンボに組み込むこともできるし、しゃがみ B からこんな感じで繋げることができるようになってるんですね。下段指導のコンボに組み込むこともできるようになっています。入力としてはこのしゃがみ B から竜巻 B、 つまり 214B って入れて立ち弱キックを出して残りを入力、まあ、つまり 41236B っていう、まあ、そういう入力で OK になってますんで、難度も特別高いわけではないんですね。このゲームにしては難度が高くない方のコンボかなと。KF96、このゲームでは下段技から一気に相手の体力を奪えるキャラっていうのがあんまりいないんですけども、マイはそれが可能なんですね。後の作品よりも超必殺忍び鉢のダメージ自体が結構高くなっておりまして、3割以上入ってますね、ダメージがね。もう一回やっていますけども、こんな感じで5割弱減らすことができるんですね。超必殺技がちゃんと超必殺技として存在していた時代のダメージ減りですよね。体力が減った際の逆転要素としてちゃんと超必殺技が頼れるものになってます。それだけじゃなくって単純にこれ決めてて気持ちいいですよね。気持ちよさ大事です。ジャンプ攻撃からこうやって決めるだけでもすんごいいいヘリしてて、これ気分いいですよね。マックス発動状態であればめくりからこんな感じでマックス版つなげるなんてこともできたりします。すごいヘリですよねこれね。ちなみに強版とマックス版は無敵時間がありますんで、こんな感じで返し技として使うこともできたりします。こんな風にね、ぶっ放しでも返し技無敵技としても使えるんですよね。ダメージでっかいですよね。よっ、日本一。魅力の5個目がガード崩し能力ですね。 KF96 ではコマンド投げのないキャラはいわゆる環境キャラとは言えないようなところがあります。本当にコマンド投げが強いんですね。で、マイはコマンド投げがないのでちょっときついところがあるのは否めないです。理不尽なことがあんまりできないんですね。ラルフの方でご紹介したその空中ガード絡みのやばいこととかがあんまりできないわけです。ただ戦術の通り、前の上りジャンプ D は座高が低すぎなければ中段技として機能します。まあ、チンとかね、チョイっていう、まあ、強キャラの奴らに、もう最上位の奴らに入らないのが、中段として機能しないのがいるっていうのは少し悲しいところはあるんですけども、苦しいところはあるんですけども、まあ、大半のキャラには、残りのキャラはまあ全員ですかね、全キャラ分ちゃんと調べてないですけども、まあ、女性キャラにもいいよりもちゃんと中段技として機能しますん で、ガードポーズを取っていてくれるんであれば、しっかりと上り攻撃が中段として機能しますんで、ガードを崩す上でそんなに困らないというか物足りないってことはないんですよね。例えば女性キャラで雑魚を引くそうなアテナなんかにもこの上り D ちょっとシビアにはなりますけども、しっかりとこうやってしゃがんでるところに上りで当てることができるようになっています。これでガードが崩せるんですね。またこれも戦術の通りですけども、しゃがん B 下段からこんな感じで超必殺技を絡めたコンボも可能になっています。超必殺技じゃなくてもこんな感じで忍び鉢つなげることもできるようになってますんで、下段からちゃんとダメージが取れるんですね。ということで、本作では珍しく中段下段できっちりガードを崩しつつダメージを取っていけるっていう、まあ、スタンダードなキャラになってるんですね。まともなコンボ補正という概念のないゲームですので、しゃがん B からのコンボも、まあ、5割ぐらいの相当なダメージになっていて、相手は下段技にも十分に気をつけなきゃいけないということになるんですね。雑魚が低いチンとかチョイに対して上りジャンプ D の中段がないっていうところはやっぱ苦しいんですけども、その意味で対上位キャラではガード崩しが難しい部分がどうしても出てくるんですけども、前は通常技からキャンセル出して固めていくのに向いてる必殺技結構ありますんで、ガードクラッシュも狙えるようになっています。その花鳥戦とかね、流煙部とかそういうのはガードの上から出していっても割と大丈夫な技になってますんで、まあ、ちょっと一人操作してるんでどうしても画面足で後ろ入れっぱになっちゃうんですけども、まあ、こういうことをやって固めていきつつ、前結構牽制技強めになってますんで、うまい具合にガードさせていけばガードクラッシュも、まあ、それほど無理なく狙えたりしますんで、
まあ、それでガードを崩してダメージを取っていくと、まあ、そういうこともちゃんとできるキャラになっています。課長戦魅力の6個目が画面上に2発出せる飛び道具ですね。通常 2D 格闘ゲームでは画面内に出せる飛び道具の数は自分の分だったら1つだけですよっていう風にされてます。リミッターがかかってる感じで2つ自分の飛び道具は出せないのが、まあ、多くの 2D 格闘ゲーム共通の仕様なんですね。でも先日の通り納期ギリギリで作ったせいなのか、まあ、それともこの 2P 側のクラウザーっていうキャラを立てるためなのか分かりませんけれども、ケグの96では画面上に2発飛び道具が出せるというか、まあ、そもそもリミッターがなさそうなんですね。で、前の課長戦っていうのは、弾速に対して隙があんまりないので、実は画面上に2発出せるんですね。これ弱強とか打ってみると、あ、なんかもう繋がりそうなぐらいの当たり方してますよね。まあ、なので、これ実は前も、その画面上に飛び道具2発出せちゃうんですよね。これがめちゃくちゃに強いというわけではないんですけども、まあ、状況によっては、これ連発していくだけで、結構相手側からすると嫌だったりするよねっていう、まあ、そういう話なんですね。何も知らないで撃たれると、え、あれなんか飛び道具きついんだけど、え、どういうこと?みたいな感じで、相手側結構混乱してくれるんじゃないかなと思います。今の感覚からすると、え?っていう感じですよね。まあ、なのでこれ状況次第では結構嫌がらせとして有効だったりします。飛び道具への対処が苦手な、まあ、プレイヤーさんとかキャラだったりすると、この課長戦撃ちまくるっていうのは割と有効ですね。どうしたの?魅力の7つ目、ムササビの舞の脅威の逃げ性能ですね。舞は地上と空中の両方にムササビの舞があります。地上は63214、つまり逆ヨガプラスパンチ。で、空中は214プラスパンチ、竜巻プラスパンチですね。地上版は後にため技になるんですけど、下ため上技になるんですけども、この96の時はコマンドなんですね。で、この地上版っていうのはボタンを短く押すと飛んでいくだけで真下に落ちる形になって、これボタンを押しっぱなしにしていると、その派生で空中版のムササビの舞が出るようになってるんですね。この画面端まで行った後に押しっぱにしてると、こうやって空中のムササビの舞が出て攻撃安定も出てくれると。これらと三角飛びをうまく使うと、相手から逃げ回るプレイが可能になります。もちろん相手がしっかりしてると簡単にはいかないんですけども、こんな端に追い詰められてる状態で三角飛びから空中のムササビの前に出してやると、反対側にものすごい勢いで逃げることができるんですよね。これ、このギースが動いてないから右側に行く距離がまあそこまででもないように見えるんですけども、これまあ例えばギースここら辺に置いてやってみますかね。こうやってみると、もうなんかちゃんと着地するまでずっと斜め下に行きますんで、もう画面、そのステージの端から端ぐらいまで、3分の2以上は実は移動できたりするんですよね。こういう位置からやってみますかね。はい。まあ、これぐらい。これでもまだギース、ギースのせいで画面のスクロール止まっちゃってどうこうっていう感じに見えますよね。これぐらい向こう側に移動できますんで、逃げ能力ガチなんですね。もし位置が入れ替わって、自分、その、前と後方の端までの距離があるようであれば、まあ、状況的には、こんな感じですかね。こういう状態で逃げたいなと思ったら、地上版のムササビの舞の出番なんですね。その移動部分だけをうまく使えば、そのボタンを長押しするんじゃなくて短く押すっていう形にすれば、一気に舞を離すことができるようになっています。相手から逃げたいなと思ったら、こんな感じで飛べばいいんですね。通常技からキャンセル出しても OK です。無理やりなんか暴れからこんなの出してやれれば、一気に舞を離すことができて、逃げることができます。ガチでこのプレイをすると、相手から嫌われて対戦相手がいなくなりそうな気はしますけども、こんな感じでね、技ガードさせたりしながら後ろ下がって、反対側逃げてとか、そんなことばっかりやってると、本当に相手から嫌われて対戦相手いなくなりそうなんですけども、それでもまあ、このゲームの最上位キャラの寝て起きるだけの老人を使うよりは嫌われなさそうな気がしますね。ふぅ、汗かいちゃった。はい、ここからは番外編ですね。アンディとの仲は良好っていうものですけども、まあ、これま、魅力というか何というかって感じではありますが、舞は公式でアンディと恋仲っていう設定があります。2P 側のキャラクターと恋仲にあるんですね。この手のキャラの中では珍しいのかなという気がします。まあ、どっちつかずみたいな描かれ方するものが多い中で、明確に恋仲って描かれてるケースなんですね。初登場時、その画廊伝説2の頃どうだったのかよくわかりませんけども、やはり舞好きの方々は発狂されてたんですかね。ちょっとその頃まだ格闘ゲームやってなかったんでわかりませんけれども、でところでですね、KF シリーズには気絶中やつかみ投げを食らっている間に控えの仲間が助けてくれる援護攻撃っていうシステムがあります。援護してくれるかどうかは設定上のキャラの好感度のようなものが影響します。とりあえず援護攻撃こんな感じで、今テリーが乱入してきて突っ込んできて前を攻撃しましたよね。こんな風に援護してくれる、やばくなったら助けてくれるっていう感じの、まあそういうシステムがあるんですね。
まあ、ダメージはなしで単純に妨害できるっていうシステムなんですけども、まあ、こんなのがあってこうやって来てくれるかどうかっていうのが設定上のキャラの好感度みたいなもので決まってるんですね。例えばちゃんとチョイは悪人が好きでイオリやボスチームを助けるようになっています。今つかみ投げ決めてますけども、ここにしっかりとチョイボンゲが助けに来るんですよね。でも逆にイオリやボスチームはチャンやチョイをシガにもかけていないので全く助けないんですよね。見殺しにしてしまうわけです。なので好感度なんですね。仲の良さっていうよりは一方的なその好感度でこの助ける助けないが決まってるみたいな形になっています。仕様としては好感度が高いと相手との体力差に関係なく助けに来るんだけど、まあ、ABC 押さなきゃいけないんですが助けに来るんですけども、好感度が普通だと相手より体力が少ない時じゃなきゃダメで、しかも 50% の確率で助けに来ると、まあ、ABC 連打しなきゃいけないって感じですかね。 ABC1 回押すごとに 50% のその判定が行われますんで、まあ、ABC 連打すればいいんですけども、まあ、50% の確率になるんでちょっと遅れる場合があるんですね。で好感度が低いと全く助けに来ないという形になっています。KF96 において好感度が高いキャラは多くて5人ほどなんですね。1キャラにつき好感度が高い、まあ、よく思ってくれてるキャラは多くて5人ぐらいなんです。最も多いのがユリの5人で、ベリマル、リョウ、ロバート、キング、マイから、まあ、優先的に助けてもらえる形になってるんですね。ちなみにユリ自身が控えの場合、優先的に助けに行くのはキングとマイだけなんですね。ロバートと恋仲っぽい雰囲気も醸し出してるんですけども、ロバートはユリのこと優先的に助けるのに、ロバートが投げられた場合はユリは優先的には来ないんですよね。一応助けに来ないわけではないんですけども、嫌われてるわけではないんだけども優先的に来ないので、連打してもなかなか来ないんですよね。これ連打しても、あ、ユリ来てくんね、なんだこれなんだこれって感じになっちゃうわけです。これ 50% っていうのも、まあ、眉唾もの、まあ、その雑誌のねこの記述から 50% って言ってるんですけども、助けに来ないときはもう全然助けに来ないんですよね。え、なんで助けに来ないのっていう感じになったりします。ということで、別にロバートと相思相愛でもないんだな、これっていう。で、実刑であるリョウも、ユリは優先して助けたりはしないみたいなんですね。まあ、ロバートに対してもリョウに対しても、あんまり、好感度が高くないみたいなんですね。ユリは助けてもらえるのに、ユリはリョウとロバートはあんまり助けないと。リョウはね、こうやってちゃんと優先的に助けに来てくれるようになってるんですけども、ユリは逆にあんまり助けたりしないんですね。マイはユリに次ぐ4人で、好感度が高いのが4人で、ベニマル、アンディ、ユリ、カスミから優先的に助けてもらえるようになっています。例えばラルフの遠距離し、前回紹介したやつ、これ3回決めるだけでピオール気絶するんですけども、ここでアンディがしっかりと助けに来てくれてますよね。これ優先的にマイを助ける仕様になっています。で、アンディがピオった場合も、マイが優先的に助けに来てくれますんで、このユリ&ロバートと異なってマイ&アンディはちゃんとうまくいってるみたいですね。お互い優先的に助け合う、好感度が高い状態にあると。このあたりの細かい設定もやっぱ SNK しっかりしてるなーっていう感じがしますね。ちなみにチームメイトになっているマイとキングのチームメイトになっているカスミはマイとキングを優先して助けるんですけれども、マイとキングはカスミを特に優先しない、その好感度が普通っていう風になってて、チーム内でも微妙に温度差があるっていうのもなかなか面白い要素ですね。ちょっとかわいそうな気がしますけども、そんな細かいところまでしっかり作っている、まあ、それがケフなんですね。以上、マイの持つ7つの魅力プラスアルファを見てまいりましたが、いかがだったでしょうか。まっとうに強いところもあれば、課長戦連発とかムササビの前の逃げ戦法などいやらしい強さもあるキャラでしたよね。結構バリエーションに富んだ強さといいますか、まあ、戦い方ができるキャラになっています。こんな感じでね、魅力的な、目立たないんだけど魅力的で強いキャラっていう、まあ、そういうキャラに関する知識、ネタのストック多くはないんですけども、需要があればこんな感じで、ね、動画を作っていこうと、ご紹介する動画を作っていこうと思っておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それじゃあここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。